エースコンバットアサルトホライゾンはバンダイナムコゲームスより発売された PS3 及び XBOX360 用フライトシューティングゲーム。エースコンバットシリーズ国内第11作。シリーズで初めてクロスプラットフォームで発売された。2013年1月25日には EU 諸国で Windows 版 Steam 向けのエンハンスドエディションも発売された。 また、セロの審査によって、対象年齢が設定された初のシリーズ作品にも、なった。ゲームコンセプトは、もがれる翼の断末魔テーマは、リバース。末を聞き用のシリーズ作品では初めて舞台を、現実世界都市これまでとは、世界観を一新したほか、口術のクロスレンジアサルトシステムや細かな、破壊描写により、 至近距離での戦闘表現を特に重視するなど、ゲームシステムも大幅な変更がなされている。なお、現実世界を舞台とするのは、前作、エースコンバット X にジョイントアサルト及び2014年5月にサービスを開始した、エースコンバットインフィニティも同様であるが、いずれも、ストーリーや、世界観などのつながりはない。インターネットを通じて、 他のプレイヤーと競い合ったり協力ミッションを行うモード。ミッション COOP を除いて制限時間、CPU 機の参加不参加、カテゴリーごとの使用機体のランク制限、スキル使用の可否など各種のルール設定をホストが自由に設定することができる。また、すべてのモードでフレンドなどを他のプレイヤーを指名して招待することができる。西暦2015年。 アフリカを取り戻すをスローガンとする反政府運動がアフリカ全土で激化しアフリカ諸国は戦乱の嵐に包まれる。現地政府は国連に反政府軍と海賊の相当を要請する一方、ナトウカメ国は連合軍をアフリカに派遣し各地で作戦を行っていた。しかし反政府軍はイズコから入手した。 最新兵器で武装化されている上に地形を生かしたゲリラ戦を展開しており、戦局は早くも泥沼化の様相を呈していた。アメリカ軍に所属するウィリアム・ビショップは、旧友のホセガッツグ・ティエレスと共に、第108タスクフォースを率いて任務に従事していた。ある日、配下のヘリ部隊が、正体不明の爆発で壊滅する事件が発生、兵士たちは口々に、 反政府軍が新型爆弾を開発したと噂し合った。真相を確かめるべく戦場の空に飛び立つビショップ。その行く手には一人のロシア人パイロットが待ち受けていた。NATO 連合軍ロシア軍反政府軍その他今作もエースコンバット6同様 DLC にて機体やマップなどのコンテンツの配信が行われている。日本国外で発売された。 Windows 版では、ザ・アイドルマスター、鉄拳、パックマンといったキャラクターのコラボも含む DLC が、ほとんど収録されているが、トーネードグレーン4や、超軸要塞、マクロスとコラボした、F、F-14D、VF-1J&VF-1S バルキリーカラーセットは収録されていない。オンラインモード専用に、東京やホノルルのマップが強化パックで配信されている。 今作を含むシリーズ作品に登場した組織、舞台のエンブレムや国旗を模したアバターやカスタムテーマの有料配信が行われている。2012年11月26日にタイトルアップデートが行われた。そしてこれに伴いダウンロードコンテンツの更新及びリリースの終了となる。オンラインモードでの各種改良が主。ナショナル空港。 エースコンバットアサルトホライゾンバンダイナムコゲームス公式サイト製品情報欧州版の公式サイトで公開されているトレーラーで発表された当初ペギのレーティングによる対象年齢は12とされていたが E32011 に公開されたトレーラー以降16に引き上げられた旨が表示されている電撃プレイステーションボリューム507アスキーメディアワークス 2011年、214ページ、今週マーソフト週間販売ランキング2011年10月10日から10月16日トップ、20。4gamer.net。2011年10月20日閲覧。エースコンバットシリーズ25周年記念インタビュー。波乱に満ちたシリーズを今こそ振り返ろう。後編、6から、7。 ゲームスパーク2021年1月30日閲覧エースコンバットアサルトホライゾン東京マップや追加機体など DLC の一部が公開 h t t p w w w f a m i t s u c o m スラッシュニューススラッシュ201109スラッシュ 26050902.html2011 年9月27日閲覧 無償タイトルアップデートエースコンバットアサルトホライゾンありがとうございます